1個段持ってる人、だいたい1杯目はシャンパン。大抵 YouTuber のチェです。これあるでしょ、ちょっとねやっぱりおしゃれなんですよね。1杯目ビールとかいかないです。ビールだとしてもあのワイングラスみたいなね、綺麗なあの一杯、グラス一杯みたいな感じで、ジョッキは飲みません。バーキンの偽物、隅から隅まで見てみた。なかなかね、最近のものの、 あの偽物とかってもちろん買うことはできなかったりするので、あの手に入んないんですけども、今回はですね、あの結構新しめなバーキンの偽物が手に入りましたので、まずね最初にお買い取りとかの時に、バーキンとかポンってきてそれを査定していくんですけども、いつ何回見てもバーキンって、あ、バーキンさんだみたいな感覚が全然あるんですよ、まあ、この業界にいても。なのでちょっとこう一歩引いてしまってみたりとかもするので、なかなかねまだまだ慣れないっていうのがバーキンだったりもするので、本物だっていうふうに思っちゃう方結構多いんじゃないですかね。で今で言うとあのメルカリとかこう個人売買とか あのサイトとかもできているので、あのバーキンあったからといってそれが 100% 本物かっていうと全然そんなことないので、あのご注意ください。なので一番は引っかからないといったら、まあ、そのお店が、いつからあるのかとか、まあ、個人じゃないのかとか、そういったのをあのちゃんと調べてから通販では購入するっていうのが一番いいかと思います。まあなんかね今本物を紹介するような今勢いになっちゃったんですけど、あの今から出てくるものは偽物です。でも偽物っていう前提で見てもオーラのある品物になってるのかなと思います。でもねよいしょよいしょで違うので、ちょっとそこをお話ししていきながらゆっくりお話ししていきたいと思います。じゃーん、はい、バーキンです。もうねあの一応違和感を感じています。はい、まずこの袋で一番わかりやすいのは内側かな、まあここかな、一番わかりやすいのは結構雑でしょ、こつれてるんですよね。こういうの本物じゃないんで、はい。で、あとは、まあ、この H の部分見ていただきたいんですけど、本物はねもうちょっとこの角の H のこのかかっている丸にかかっている部分がもうちょっとがっつりこう H のフォントがこう来てるんですよ。あとまあよく見ればこういうあの絵とかも全然違かったりするので、全然って言っても。うん、袋のレベルで言うと別にそんなに悪くないのかなと思います。10段階で言うと8点とかそれぐらいは取れるのかなと思うので、ただやっぱり袋で結構分かりやすいかなとは思います。はい、バーキン、25です。白この色もね結構人気の色で、あの白よりもちょっとこうベージュにかかったクリーム色っぽいような感じです。まず匂いとかね嗅ぎます。あの本物のやっぱりあの皮の匂いとかってやっぱりちょっと違かったりするので、あの偽物とかって結構こうインクとレーザーが混ざったような匂いがしたりするので、うん、でもねこれはねそんなにねあの匂いがきついっていうか、あ偽物っぽいなみたいな匂いはそんなにしないです。ちょっとねこう細かく見ていきたいと思います。じゃん、このエルメスパリっていう風に書いてあるところがあるんですね。でこれちょっと今分かりにくいのが、こうシールがあの保護シールが貼ってあるので、だいたい新品にはこの保護シールが貼られてます。だいたいですけど偽物って大前提として表はすごく綺麗に作るんですけども、こっちの裏の部分ですね、ビス、ちょっとねこのビスはねいびつというかあんまり綺麗に仕上がってないと思います。大きな明確な点が1個あります。これ内側なんですけども、このファスナーの部分がこう丸くなっているんですけども、本物はこうシャープというかこうハの字型になってるんですよね。そういったのがやっぱり使われてる器具というか、そういったのが違う点ですね。まずこれ使わないよねっていう点が、まあ、結構明確な点かなと、分かりやすい点かなというふうに思います。であと素材感ね、そのファスナーの その素材の、まあ、真鍮って呼ばれる部分なんですけども、そ
そこの質感っていうのが結構あの何ですか、安っぽい感じとかだと、あこれ違うかなみたいな、そういったので判断したりとかはしてますね。そういう点がこう多々 あるので、これはもう合計点というかで見ていくしかないので、中にはやっぱり職人さんが作ってるんで絶対違いますというふうに断言できないものとかもありますし、それをチャレンジする会社さんと、これやめとこうかなって思う会社さんって結構パクリ分かれたりもするので、今までって偽物とかって5万円ぐらいとか本当に安いチープなものを作って、他の方が分からず買っちゃうとか、そういったのってすごくあったんですけど、今はすっごくレベルが上がっていて、逆にこういうバッグも30万円ぐらいするバッグとかもあるんですよ、偽物で。でそれぐらいしっかり作り込んで100万円の定価のものに近づけた、もうめちゃくちゃクオリティのいい偽物っていうのが今出回っています。いろんなその偽物があるので、ここ見たからといって偽物じゃないよっていうことは一切言えないので気をつけてください。で例えばこういうのとかもそうなんですけど、こういうカードもこういう部分もさ、ちゃんと切られてなかったりするんですよね。こういう微妙なところなんですけど、こういう紙とかも なんていうのかな、切り取り線みたいになってたりとかボコボコしてたりとかするんですけど、これとか全然すごい綺麗に作られてる。でこれとかも押して作られたようなカードになったりとかするので、本当にあの買い取りのお店さんとかもそうですし、個人売買で買う方とかも本当に気をつけてください。これはもうトータルで言うと10点満点中はまあ100点とかそれぐらい、本当にあの袋とかもそうでしたけど取れるような、あの結構巧妙なものだと思います、ただね、もうやっぱりこれぐらいね、あの金額するものなので、なんていうんですかね、こう身元がわからないとか素性がわからないところから、買わないっていうことが一番だと思います、はい。では結構ね、今回皆さんに見ていただいて、なんかちょっとはためになったのかなっていう回になったんではないでしょうか。でこういったやっぱり偽物とかがこう入手というかできたら、皆さんにぜひお伝えいろいろしていきたいなと思っております。で、ね、今回この動画を上げさせていただいて、自分のね、この間買ったなみたいなお品物、このバーキンとかと比べてみて大丈夫かなみたいなのがあったら、コメントとかいただければ、それについての動画を上げさせていただいたりだとか、質問も返すことができますので、ぜひ、コメントください、では、ためになったなと思った方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。今回は偽物バーキンの回でした。この度はロレックスを選んでくれてどうもありがとう。ご注文の前にこの取り扱い説明書を読んで、ずっと楽しく優しく扱ってね。貴重なものにつき転売する人は受け付けません。ご了承ください。